ママに会いたい。次はあのクールビューティー姉ちゃんを呼ぼうと思う。で2番目のお姉ちゃん、うん、このお姉ちゃんがなんか言ってたよね。あら、あなたここで何をしているの？目玉さんに命令してたよね、この子が。お姉ちゃん、あのね、今僕の腕を探してるの。そのできれば手伝ってほしい。腕を監視に取られたんじゃ探しても無駄でしょ。諦めたら無駄でも少しくらいは何かあると思って。そんなのあるわけないでしょ、アホじゃないの。そんなのでも諦めきれないよ。ママに会いに行くなら腕があった方が。ああ気持ちた。ママに会いたいなんて私には理解ができない。お姉ちゃん、もしかしてママが。私は手伝わない。じゃあね。え、嘘だ。お姉ちゃんはママのこと嫌いなのかな。ここはもういいかな、諦めるんだ。なんでやろ。多分あの子はいろいろ察してしもとんやろけど、ここはどう？まだママ楽しそう？まだ楽しそうですね。ここでお兄ちゃんがどうなっとんのか。いるな。今回お兄ちゃんいるわ。どうした？何をすればいいのか聞きに来たのか？うん。腕を見つける手がかりはなしか。仕方ないか。こればっかりはどうしようもない。ああ、そうだな。代わりになるものがあればいいのかもな。代わりになるもの？もう一回あの子探しに行こっか。クールビューティーのお姉ちゃん、あ、いた、君だ。私ね、夢を見ていたの。ママに会ってパパに会って、そして幸せになるんだって。私ママに会ったことあるのよ。だけど生まれた瞬間、私ハサミで切り刻まれたの。何が起きたのか何もわからなかったわ。痛くて叫んでもママは手を止めなかった。そして魂になってここに戻ってきて、ママの声を聞いたの。私、いらない子だったの。邪魔な存在だったの。私、嘘でもママに愛されたかった。でも愛されなかった。だけど私が体を失って、初めて妹ができたとき、純粋に嬉しかった。そして、この子はちゃんとママに愛されますようにって、心の底から思った。そのときはまだ、ママのこと信じてたの。でも、実際は、私と同じで、いらない子だった。私、この子のお姉ちゃんなのに、何もできなかった。この子はママに会うこともなく、監視に襲われてしまった。優しい子だったのよ。笑顔が可愛くて、利口だったの。ママの声が聞こえた時も、この子は笑顔を絶やさなかった。こんな子をいらないと言って、殺すママが、もう今は信用できない。あんなママに合わせるくらいなら、あなたたちを殺してあげようって、そう思ったの。じゃあ僕らの手足を隠したり、監視が来たり、あれはお姉ちゃんがやったってこと？そうね、間違ってないわ。4番目に頼んで殺そうとしたの。だけど結局私が殺そうとしたことに変わりないわ。4番目の人は僕らを殺せる？監視しか思いつかないよ。正解。あなたたちの手足をちぎったのは監視とくっついた4番目。3番目と種がくっついたみたいに2人もくっついたのよ。そしてそれがあなたをずっと見ていた目玉ちゃんよ。目玉さんは4番目だったんだ。でも僕らと姿が違うんだね。4番目の奇形が関係してるのかもしれないけど、私たちとは違うのは仕方がないわ。2
二人は好きな時に、好きなように、監視と四番目に変身することができるの。それを利用して、あなたたちを殺すよう命じた。表向きはね、あ、なるほど。姿が変われるから、さっきのエンド一のお兄ちゃんも、多分監視と一緒になってしまって、っていうことよね。なるほど。表向き？じゃあ裏向きは？いえ、これはあなたが気にすることじゃないわね。なんでもないわ。だけど、結局のところ、あなたたちどちらかは、必ず死ぬわ。え？あなたたち双子の場合は少し難しいのよ。このママの中、そこら中ひびだらけでしょ？そうやね。監視がたくさん出入りしてた、いたでごめんね。私たちのこの空間が限界なの。あ、そっか。何回もその子供を妊娠してしまって、その度に産んだり殺したりをしょったから、双子を産む体はできてないってことやね。二人一緒にここから出れば、ママもあなたたちも全部なくなる。どちらかが生き残り、どちらかが死ぬ。影からあなたたちを見て分かったわ。あなたたちは二人で一つなのね。だから二人を同時に殺そうって思ったの。お姉ちゃん。私はあなたたちのためにだなんて。結局私の独りよがりね。あなたたちの意思なんて考えてなかった。今さら謝ったところで許されるとは思っていないけど、ごめんなさい。このお姉ちゃんめっちゃ優しいよな。その周りのことを考えた上でそうしたけん。うん、いいよ。え？お姉ちゃんが僕に冷たい理由が分かったよ。お姉ちゃんも辛かったんだね。もしも僕がお姉ちゃんの立場だったら、同じことをしてたかもしれない。僕らは大丈夫だよ。自分たちのことは自分たちで何とかする。何だって僕にはお姉兄ちゃんの脳もあるからね。お姉に3番目のこと言ってるのかしら。お姉ちゃん、話してくれてありがとう。お兄ちゃんのところに行って話してくる。いるかな、お兄。ちょっと何聞いてんのよ。あ、アホ来たぞ。なあ、あいつらは大丈夫っつったろ。やっぱり隠し事は楽しくねえしな。この子もこう見たらさすが長男って感じするわ。そうね。でもまだ、まあ一気に吐き出す必要はねえだろ。もう少し気が落ち着いてからにしておけよ。ほんとそういうとこキモいよ。死ね。あー、てかもうとっくに死んでるっつうの。この子たちが本当に兄弟として生まれてたらいい6人兄弟になれたと思うけどな。勢いで飛び出してきたのはいいけど、ここに来たら緊張してきたな。どっちか一人だけなんてどう言えば。どうしよう。あなたがまだ楽しそうや。まだ楽しそうやな。でもなんかこれお兄に言ったらな、お兄ちょっとって言いそうな気すんよな。じゃあ僕が死にますって言いそうな気すんよな。ね、お兄ちゃん、お話があるんだけど。お、なんだ、そんなしょぼくれた顔して。2番目のお兄ちゃん、お姉ちゃんから聞いたんだけど、カクカクしかじか、あー一人しか残れないと。そりゃしょぼくれ顔にもなるわな。お前はどうしたい。僕はちょっと待って。この子の意思としては一緒に行きたいよね。でも一番幸せになれるのはこのお兄ちゃんに行ってもらうのが一番やと思うんやけど、一応さっきセーブはしたけん一緒に行きたい。僕はママに会いたい。でもそれはお兄ちゃんと一緒にっていう意味だからね。そうか、俺も半分同じだ。半分ってどういう意味。俺はいざとなったらお前を優先する。だから確実な一生は無理だな。僕が一人で行くってこと？ああ、そういうことだ。そんな、約束したのに、何か別の方法があるかもしれない。お兄ちゃんの足だって治ったんでしょ？
一緒に方法を探そうよ。お前はびっくりするほどまっすぐで、びっくりするほどバカなんだな。本当に俺の弟か？弟だからお兄ちゃんと一緒に行きたいの。それに今までお兄ちゃんがいなかったら、僕だってここにいないかもしれない。僕お兄ちゃんが一緒じゃないとダメなんだよ。なあ、お前は俺がいなくなっても覚えててくれるか？そんなの答えたくないよ。いなくなるみたいなこと言わないでよ。ああ仕方ねえ、わがまま弟だな。終わったよ、一緒に行くぞ。終わったよお兄ちゃん。ただし結局二人が行ける方法がなければ、結論は俺が出すからな。どうしよう、お兄ちゃんがやっぱ俺が行きますって言ったら、それまで一緒にいるだけだ。うん、じゃあ絶対見つけないとね。じゃあこれで二人で一緒に行動するようになるんだね。お母さん今どんな気持ち？まだ楽しそうですね。で2人で行けたら本当にハッピーハッピーなんやけどな。あ、5番目連れてきたんだな。答えは決まったってか。あ、これ兄ちゃん、2人でママに会う方法を探してるの。なんだってまあ無謀なことするね。でもそれが2人の答えなら俺は協力はするぜ。まああいつは怒るかもな。やっぱり怒られるかな。でもどちらかなんて選べなかったから、こうするしかないと思って。あ、いいね。何もしないで終わるのも嫌だろ。最後まであがきな。うん、頑張る。ありがとうな。この兄ちゃんめっちゃいいわ。あ、いる。お姉兄ちゃん。あ、お二人さん来たんですね。2番目の方から事情を聞きました。大変ですね。どうにかして2人が一緒にママの元へ行ける、そんな方法がないんですかね。方法があればすぐにでも協力しますよ。ありがとう。お姉兄ちゃんはもうシンプルに優しいよな。あら、やっと来たわね。結論が出たってことかしら。結論はその2人でママに会いに行きたいの。あ、舐めてんの？舐めてないよ。これから方法探そうと思ってて。あ、ほんとアホな弟たちね。ごめんなさい。2人が一緒に行ける安全な方法は私が全部調べ尽くしたわ。それでも残念だけど、ママの意思に私たちは逆らうことができない。そういう風にできているの。じゃあ二人一緒には本当に行けないの？そんなに一緒に行きたいなら行けばいいわよ。あれ、いいの？アホに何言ってもダメなことはもう学んだわ。ちょっとそこの5番目ちゃんと聞いてるの？あとお兄ちゃんのことだよね。そういえばお兄ちゃんさっきからずっと無反応だけど、もしかしてお姉ちゃんたちが見えてないの？あ、俺の話してんの？お兄ちゃん、今お姉ちゃんの姿見えてる？見えないな。どこにいるんだ？え？あら、見えていないの？なぜかしら。え？なんでだろう。僕は見えるのに。それは君がもう魂になってるからとかじゃないよね。まあいいわ。とりあえず危険を伴ってもいいなら二人で行きなさい。私たちがサポートして出口まで案内してあげる。どっちなら私が魂になってるのか、お兄ちゃんがなんか目が足りてないって言ったもんね。5番目にも伝えておいて。うん、お姉ちゃんありがとう。でも耳、何か水音が聞こえてこない？おい大変だ、雨が降ってきたぞ。さっきもありました、それ。雨がどうして今？わかんねえ。他の場所からも急に水漏れしてるみたいだ。とりあえず見ればわかる。こっちに来い。はい。お兄ちゃん、外で雨が降ってるんだって。僕らも確認しに行こう。危なくない？さっきも見たよ、雨エンディ。おん、急に水音が聞こえたから見てみたらこんなことになってたんだ。雨は何度か見てるが、こんな水没初めてだぜ。お兄様たちでも初めてなんですか？これは異常事態に違いありませんね。思っていたより深刻なことになっているのね。誤算だったわ。何が起きたの？おお、ストップ。お前らは雨に触れんじゃねえぞ。この雨は体を溶かす有害な雨だ。え、溶ける？受精卵が現れると降るんだ。
私たちは大丈夫だけど、あなたたちは中にいなさい。部屋の中からも漏れてるぞ。あ、この雨触ると痛いな。お兄ちゃんたちが言うにはね、この雨は僕らを溶かしちゃうみたい。ああ、なんだってこんな急に。部屋の中もダメとなると時間の問題ね。私たちが周りの様子を見てくるわ。でも、さっきも言ったけど、私たちは体がないから、結構自由が利くのよ。あとは、アホと3番目。おう、はい。2人がちゃんとママに会うために協力してちょうだい。とりあえず他の場所がどうなってるのか、それぞれのタイミングで調べてきて。はは、了解だぜ。任しとけ。了解です。僕たちにも何かできることないかな。あなたたちができることは身を守ることね。つまり部屋から出ないように。ちょっとキモい返事しないでくれる？ごめんなさい。はい。誰を監視する？何これ？また選択肢やんか。これも上から行った方がいいんかな。お兄ちゃん、あ、お兄ちゃんがそれぞれのタイミングでって言ってたもんね。今ってなんかお母さんの声とか聞けるんかな。ほんでもう一回こっちに入ってみるなんてことはできるのかな。入れないですね。間違いで生まれた1番目。あ、必要のないのに出てくるなんて、なんて親不孝なのかしら。なんてこと言うん。え、なんてこと言うんそれ。え、どうせ未熟児なんだから生まれたってすぐ死ぬくせに。やけんちっちゃかったんか。お前なんか生まれてもすぐ捨ててやる。ひどい。ひどい、そんなこと言うなんて。こっちは？案の定、それは生まれても泣くことはなかった。用意した、何これ、何度も何度も殴りつぶした。なんでそんなことすんの。うわ、何これ。くそ、嫌なもん見えちまうな。笑えねえ。いいよこれは笑わなくて。お、鉄パイプあんじゃん。よし、持ってこ。鉄パイプ手に入れましたね。おお、いいよ。6歳、この子かわいいよね、長男。なんかあのお母さんの言葉が嫌なんですけど、すごくシンプルに嫌。ねえ、なんで彼を助けるの？どうして体を奪おうとしないの？君たちがせっかくママに復讐できるチャンスなのに。変なの。これ4番目やね。母、4番目久々だな。相変わらず暗い顔しやがって。どうして、どうしてそんなに笑っていられるの？このままだと僕らの魂ですら消えちゃうんだよ。確かにこのまま魂が残っていれば、体を持った受精卵の体を乗っ取ることはできるがな。俺はもうここに長くいすぎて考えることがどうでもよくなっちまった。へえ、君の復讐心はその程度だったんだ。復讐心ね、ないと言ったら嘘だが、今俺はママを信じるんじゃなくて、あいつらを、弟たちのまっすぐな思いを信じたいんだ。あいつらなら何かを変えられる気がする。ないね、気がするなんて曖昧な感情。後悔するよ。母、後悔なんて何万回もしてるさ。今更だぜ。あっそ、あっそって言うの最後やめてよ。おいおい、このタイミングで来るか。まあ、俺ら死人には関係ねえか。あっちには2番目も3番目もいるし、大丈夫だろう。いますね。これどうしたらいいんですか？セーブしてません。セーブありましたっけ？どうしましょう？動けません。なんか、あいつ、いつもの監視じゃねえ。4番目。嘘だろ！彼とは、知り合いを通じて出会った。動けない、いっぱいおる。鉄パイプ、鉄パイプ、鉄パイプでブンブンや。あ、彼は私にはないいろんなものを持っていた。
だから好きになることに時間をかからなかった。一度目にはらんだ子は彼の兄との無理やりにできた。かなり焦った。どうしたらいいかわからなかった。だけど思っていたより腹は大きくならなかった。だから放っておくことにした。ある日、何の予兆もなくそれは生まれた。割とすんなり出てきたそれを鉄パイプで殴りつけた。何度も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 ぐちゃぐちゃになっても何度も。かわいそう、助けてあげたい。ぐちゃぐちゃになったあれは少し放置しただけですぐに何が湧いたんでしょうね。なんか虫的なもんが湧きました。バイバイ。二度と私のところに来ないでね。かわいそう。あれだけでかいこと言ったのに結局何もできずじまいじゃねえかよ。ダッサ。ダサくないよ。かっこよかったよ君は。やだ。俺はちゃんとお兄ちゃんになれてたかな。めっちゃかっこいいお兄ちゃんやったけどね。やだ。出口にあったのは鉄パイプだけよ。どこに行ったのかしらあいつ。きっとどこかに隠れてるんだよ。だってお兄ちゃんはかくれんぼが得意だもん。隠れてるんだよ。そうね、あのアホだもの。そのうちひょっこり出てきていつも通りに笑ってバカにしてくるんだわ。ほんとキモいやつなんだから。私探してきます。必要ないわ、放っておきなさい。そんなことより二人を優先させなきゃよ。二人とも用意できたら言ってちょうだいね。用意できたらって、どういう気持ち、どういう気持ちでおったらいいの。用意できたらって何。ねえお兄ちゃん、あれお兄ちゃん、あーなんだトイレか。そんな話してないけどどうしたの、眠いの。あーうん、そうだな、眠いんだ。悪い、ぼーっとしてた。足をつけてから結構歩いたからな、疲れてんだ。そっか、じゃあ外に行くまで休んでてね。ああ何考えてんねろお兄ちゃん。不安。お兄ちゃん不安。これはお姉兄ちゃんか。ああ弟さん、調子はどうですか。うん、ちょっとドキドキしてる。ですよね。でもご安心ください、私たちがしっかりサポートします。うん、ありがとう。あと実はその私気づいてしまったのです。そちらの箱の奥に道を見つけました。入ろうとしたのですが、わずかに入れなかったのです。ちょうど腕が入らないくらいでしたので、弟さんなら入れるかもしれません。道？見てみようかな。箱？道？あれ、よくよく見ると箱の奥に道がある。入ってみよう。何これ？のび太のテストの答案みたいになるけど。なんだろう？すごい量の紙だ。漢字がいっぱい書いてあるけど、あ、この文字だけ丸で囲んである。翔太、名前、これ名前、どうしたらいいの。のみなんですけど、何の道これ。何の道あれ。ちょっと何の道あれ。翔太、君翔太か。あ、私が翔太？君は？お兄ちゃん？お兄ちゃん？私が翔太？じゃあもうこれで出てってみよう。変な音してるぞ。揺れてるぞ。何か揺れてる。何？また揺れたよ。監視が頻繁に出てきたから空間が壊れかけているんだよ。
こうなったら時間が欲しいわ。みんな、行くわよ。どこに？あ、なんか傘みたいなの差してる。揺れて歩きづらいわね。あなたたちは転ばないように気をつけなさい。うん、気をつける。よし、傘は俺に任しとけよ。え、でもそれさ、私しかさせてなくない？これ当たったらいかんね、ラーメン。うん、お兄ちゃんよろしくね。お姉ちゃん、お兄ちゃんもう自分生まれる気ゼロやんか。私についてきて。わかりました。お金は貯まった。だけど私の中は何もかも空っぽだった。え、ちょっとやめてよ、やめてよ、やめてよ。何してんの、何してんの、何してんの。これ、え、何してんの。え、どこ行く。え、死んだ。よし、お姉ちゃんについていこう。こっちか。5人目をはらんだ時にはもうどうでもよかった。した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 。あれ4番目か。もう死にたい。それしか考えることができなかった。した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 。え、皆さん、私はここで時間を稼ぎます。なんでそんなこと言うの。なので先に行ってください。え、そんなのダメだよ。ダメ。弟さん大丈夫ですよ。私たちはもう死んでいるのですよ。これ以上失うものはありません。あるとすればあなた方の命です。だけど、でも、どちらにせよあなたは全てを忘れます。ママの元へ行ってください。やだやだよ。おい、いつまで泊まってるんだ。ママに会いに行くんだろ。早く行くぞ。あ、あ、同じになった。やめてくださいよ。だけどあの人はそんな私を支えてくれた。え、え、何これ。お姉ちゃん、お姉兄ちゃんが。ええ、分かってるわ。彼女が無駄死に、無駄死ににならないように、あなたたちは先に進みなさい。ほら急いで。うん、いけるんかな。これ二人で生まれることはできるんかな。あの人は全てをくれた。彼とは違った。ねえ、あんたらはさ、ママに会ったらどうしたいの。これ4番目やね。君は誰なの。もしかして4番目の。ねえ、その体僕にちょうだい。嫌な予感がするな。あ、かっこいいお姉ちゃん。待って、この子たちには手を出さないで。お姉ちゃん、ねえ、4番目全部私が悪いの。責任なら私が持つわ。だからこの子たちには手を出さないで。ずいぶん勝手だね。どう責任取るの。監視と融合したのいいことに散々利用したじゃないか。協力したら僕にそいつらの体をくれるって、姉として約束は守るって言ったくせに、言う通りにしたら今度はやめてだって。もう信じられないね。あんたは約束を破ったんだ、嘘つき。何がお姉ちゃんだよ、何がお兄ちゃんだよ。あんたらもママも僕にしたようにバラバラにちぎって殺してやる。え、やめてよ。あの人は腹の子も一緒に愛してくれると言ってくれた。だからこの5番目の子はちゃんと産んであげるの。え？あれ？なんで君まで僕を裏切るのさ。目玉ちゃん、僕はもう何を信じたらいいの。4番目、あなたにしたことすべて許してなんて言わないわ。私があなたをここまで追い詰めてしまったのなら、私はすべての責任を負うわ。だから、今度は一緒に優しいママに会いに行こうね。
お姉ちゃん、お姉ちゃん。ちょっとなんか普通にみんな健やかに生まれてほしかったな、6人兄弟で。そんな真っ暗で見えない。4番目は奇形で生まれました。私は彼を殺すための監視でした。目玉さんは4番目のお兄ちゃんのこと好きだったからくっついたの？そうですね。でも彼が私に優しかったのはこういう理由だったのかもしれませんね。目玉さん、この先を進めば出口があります。ここは私がどうにかします。早く先へ。お医者さんが言うには私の体はもうボロボロらしい。今の一人が最後になると言われてしまった。お兄ちゃんどうしたの？もうすぐ出口だよ。悪い、もうダメみたいだ。何言ってるの？ほら僕の肩に捕まって。お兄ちゃん、あの足少し腐りかけてたみたいだ。結構動いたせいで溶けちまった。大丈夫だよ、僕なんてまだ腕がないんだから。ほら僕に捕まって、一緒に。俺さ、お前に嘘ついてたんだ。なんこのルートダメかも。嘘？俺心臓がないんだ。元からなかったんだ。今はこうして動けてもママの元へ行ったらすぐ死んじまう。俺がここまで一緒に来たのはお前を守るためだ。だから今ここで俺の腕を持っていけ。なんで？一緒に行こうって。一緒に、僕たち双子なんだよ。だから絶対一緒に行くんだって。そんなのいらないよ。腕なんてなくてもお兄ちゃんがいれば無理なんだよ。どんなにお前と一緒に行っても死ぬだけなんだ。死んだら何も残らないんだぞ。お兄ちゃん、なあ頼む。俺の代わりとして俺の腕を持って行って、その腕でママを幸せにしてくれ。あ、なんてか教えがある。俺と似てる、かっこいい顔が台無しだぞ。さあ弟よ、受け取ってくれ。またな。嘘だ。これ以上いけないんですけど、戻れないんですけど。あ、集まった。ノーと翔太って名前。腕最初からあったみたいにすんなり動く。これさ、一個一個がそのなんていうの、一人一人の兄弟からもらったもんだよね。3番目のお姉ちゃんの脳みそで、あのお姉兄ちゃんから教えてもらった翔太という名前。なんかね、あっちにあったよって教えてくれたやろ。で腕がさっきの5番目のお兄ちゃん。男の子、これあれ一個足りてないな。あれあれ、奥に進みます。双子と診断された。この子たちはどちらも衰弱していた。生まれ出ても長くは生きられない。片方は必ず死ぬなんて。それでも今は一人じゃないから幸せにしてあげられる。今までごめんなさい。正直な話、このお母さんがなんかね、まだその自分でお金がないけん育てきれんっていうのはわかるよ。そういうこともあるんかもしれん。けどその産んでしまった後に自分で殺すっていうことがよくできたなって私はもうドン引いとったんやけど、まだ最悪どこかに預けるとか誰かに任せるっていう選択肢はなかったのかな。エンディング2、いってらっしゃい。
その後は？